ダイソーで買ってきたこの風船を今から一緒に膨らましましょう。ケーキはありません。ハベにしてるわ、ごめんなさい、ケーキないんです、はい、もうミュートですって。早か、まだそれ早すぎ。ハベにしてる、あ、してない。こういうのさ、なんか私 JK? 俺も映れる、映っていいよ。なんか私さ、なんかそういうこうキラキラした JK みたいな、なんとかこうお誕生日パーティーみたいな道を人生で一回もやったことなくて、通らなかったの、その道を。だから風船とか膨らましたことないんだけど大丈夫？どうやって膨らますんだこれ。あ、これで膨らますの。え、風船割らないでねって。割れちゃうので、これ何なんだこれ。これで膨らますのか。ん、ここに刺すの、どこに刺すの、誰か教えて。これだきっと。ん、今日のメイクかわいいなって。嬉しい。じゃあ風船は膨らますけんね。ここからよね。え、あ、行くよ。しょぼってならんとかな、しょぼあのシューンってならんとかな。え、ハベにするよ絶対。まあ、いっか、入ってないやんこれ。こうか、あ、もっと刺すの。めっちゃ出てきよっけど、風めっちゃ出てきよっけど。普通に入ってないし全然。口で空気を入れて膨らます場合、ストローを赤いフィルムの下か、あ、下だよこれ。下に入れて何？え、空気を入れて膨らます場合はストローを使用して膨らますです。ん、すごい、なった。ちっちゃい。あ、なりました。あ、なった。え、ちょうどいいじゃん、かわいい。やった、いい感じ。はい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 、もう一個いきますよ。え、いい感じじゃない、いい感じじゃない、思ったよりいい感じやった。よっしゃ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 、ちょうどよかった。あまりにも大きくてもね、困りますよ私もね。だからちょうどよかった。いちごストロベニー、ストロベニーだよ、ストロベニー。こうね、あ、とか新しいの開けんでもよかったかな。でもなんかハベにしとるけん触りたくない自分の。けど、じゃあ次、あ、乗った。ならん。ばあ。はい、出来上がり。これで写真撮るんだ。え、なんでなんで？しょぼくれてきた。もうしょぼくれてきた。はいや。なんなん君は。君は早いよ、しょぼくれるのが。もうちょっと空気入れた方がいいってこと？わかった。ここテープで止めんばっじゃない、普通にこうやって。テープで止めんばっじゃないと。止めんば？セロハン、あ、やばい、こっちもしょぼくれてきた。セロハンテープ貸して。誰か。マスキングテープ、あ、もうこれでいいや。カット版カット版でどうにかならん。え、マスキングテープどこ置いとったっけな、ちょっと忘れちゃったな。どこやったっけな、マスキングテープどこ置いたか知らん。誰か
もうカットバンでいいや、とりあえず晴れで。はい、カットバンで止めました。カットバンで止めたけど、いいんじゃない、カットバンでも別に、ほら止まった止まった、え、止まった、止まったよ、いいよ、え、よし、カットバンもう行こう、ちょうだい、はいはい、カットバンでいいよ、もうちょっとね、自分のお家のそのなんか知らんどこにあるとかちょっと、でもあったんだって、昔、あ、昔っていうか、あるはずなんだよね、あるはずなの、絶対に、あ、っていうか普通にあれもあるわ、あのガムテープとかも、別にガムテープでもいいか、じゃあ空気を入れましょうね、まずは空気を入れます、雑なことあります、止めた、あ、でもほらしぼんでない、やっぱりテープで止めるべき、あ、いい感じ、めちゃ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 いい感じやん、ちょっとじゃあまだちょっと、みんなもう一個いいのがあるから待ってて、大丈夫？何もう一個見せたいものあるんだ。なんで自分の誕生日をこんなさ、自分で。近所迷惑とかになったら本当に申し訳ないんですけれども、近所迷惑だった場合大家さんに言ってください、大家さんじゃーん、散らからないクラッカー、え、マジでジーパンかわいい、それでこれはドン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 キーホーテーで買いました、じゃーん、でっか、思ったよ40倍でかかったわ、てかタグ切ろう、ハサミ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 、はい、チョキ、はい、チョキ、はい、ハサミ、これでちょん切ったら、ん、なんこれ、これでちょん切ったら、はい、完成、はい、これでお誕生日、お誕生日はこれでまあまあいい感じになるでしょう一人で私これやってるのなんか恥ずかしいかな、お水着が縮んだ、どういうこと、これが大きいだけ、見て、こんなに大きいんだけど、やばすぎんや、やばすぎでしょこれ、超よ、え、なんかすごい陽気、陽キャな人みたいなんだけど、あ、逆か、え、コード合ってます、コード合ってます、逆、こう、どっち、小顔すぎる、ちゃうちゃう、これが大きいだけ、どっちですか、こう、こう、こうですか、合ってる、これで合ってる、最初こう、最初どっちだったっけ、こっちか、こうか、最初ってことはこれ、
最初手打ち、これこれこうだよね。ね、まだスクショ取らんで、まだ違うけん、21歳やけん。よっしゃ、あー楽しみー、楽しみ、超楽しみ。そしたらちょっと時間があんまりないんですけれど、配信を30分になったら切ります、一旦で1時間配信できるように、12時半ぐらいまでできるようにちょっと編集して、え早いってば、まだ。じゃあみんなからいただいたプレゼントをちょっとずつ開封していきたいと思いますけれども、まだ私が受け取りに行けてない分もあるので、おおいづき僕のはっていう人はもうちょっと待ってね、まだ届いてない分があるみたい。今届いてる分を見ていきたいと思うんですけど、ちょびっとだけ見ちゃった、もう時間がありすぎて今日ちょっと、ちょっと見ようかな。あ、そう、お洋服はちょっと早めに見ちゃったんですけど、お洋服はちょっと紹介しづらいんで、今日今ここでパッて見せても、あの配信で来てからみんなに紹介します。はい、じゃあまず1つ目、もうこれやばかばい、マジで、はあ、いい？じゃあ目つぶっとっていい？もう見たし見ていい？じゃあ1個ずつ紹介します。まずはこちら、やばいよマジで、最初からじゃーん、袋、これは中身はこちら、コスメイヴ・サンローラン、サンローランあ、高級な匂いがしてる、サンローランやばいね、やばいんだけどマジで、そう、サンローランドだ、ローランド、やばい、マジでやばいよ、ローランドさんだ。しかもね、毎回ね、なんかさ、あの皆さんね、こういう、なんていうっけ、こういう、なんていうっけ、こういうの、なんていうこれなんていうっけ、サプリじゃなくて、こういうさ、ちょっと入ってるやつ、サプリじゃなくて、なんけ、そう、しサンプルをね入れてくれるの、マジで嬉しい。サンプルってさ、マジでさ、合うか合わんか分からんくて、自分の肌に、そう、自分の肌に合うか合わんか分からんけんか、あの大きい高いの買いづらいっちゃんね。だっけ、一回試したいなって思っとったのをさ、くれるけん嬉しか、ありがとうございます。サンプルもたくさんありがとうございます。でね、一番のメインはこちらですよ。もうピンピカキンキラしとる、見てキラキラしてるよ。反対、これやばいよね、やばいよね。タトワージュクチュール、あら、クチュールってかっこいいよね。クチュールって言葉好き、かわいい、かわいいよ、ピンク大好き。あ、めっちゃ映っとった、え、マジでかわいい、つけていい、今つけていい、ええよ。てか私これさっきね見たの、ちょっとだけ、誰さんからいただいたかね、前回もねサンローランくれてて、もう嬉しい、高級な匂いがするっていうかさ、しかも蛍光リップって私大好きなんだけどさ、これいつも使ってる、あれ今さっきここにあったの、いつも使ってるのが蛍光のピンクのリップなんですよ。そう、お水木しか蛍光のピンク塗らないよってみんなから言われるんだけど、ちょっと今回蛍光リップじゃない、これ蛍光ピンクじゃない、ダメ、何がダメなの、食べないよ、食べないけど、マジで嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しすぎてどうしよう、嬉しすぎてどうしよう、何か入ってる、なんだこれは、あ、日焼け止めサンプル、
サンローランの日焼け止めはやばいね。買える人いるの？そんなの？高すぎ、高いでしょ絶対に。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ大切に使います、ありがとうございます。はい、スクショ撮ってください、ぜひスクショをぜひ撮ってください。はい、チーズちょっとブサイクすぎた嬉しい。ありがとうございます、幸せです。でこれはお部屋に飾ります、お部屋に飾りますっていうか、見た、もうこれ見ちゃったんだよね、さっきお部屋のあの小物入れにするこのバッグは。本当にありがとうございます。どんどん行きましょう。え、何これ、え、何これ、え、何これ、ちょっと見るね、お手紙を先に。すごい、すごい、マジで何これ、なんでなんか重たいと思ったら、すごい、なにこれ、え、え、どうやって使うんだろう。めっちゃいい匂いする、バスソルト、バスソルトだって。え、どうやって使うのこれ、驚きのあるオーガニックだって、素敵。バスタブに一握り入れ、よくかき混ぜます。あ、なるほどね、バスに入れるんだ、バスに入れるんだ。しかもね、このお手紙に書いてるんだけど、鈴木愛理さんが使ってるんだって。やばいね、鈴木愛理さんも愛用してるバスソルトですだって。やばい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  おかん、ありがとうございます。開けていい、誰や電話したの、おかんよ、おかん。今日一回もお母さんと電話してなくて、さっきめっちゃ電話かけてたから、多分折り返してかけてるんだと思う。でもさ、今日さ仕事行っとってさ、お母さん一回も電話出てくれなかった。え、あかん、あかん、くっ、吐いた。うわー、いい匂いマジでおしゃれな匂いがする。仕事、いや仕事は行っていいけど、電話ぐらい取ってよ、電話ぐらいしてほしい。めっちゃいい匂いする、ありがとうございます。これでおみずきも、鈴木愛理さんスクショお願いします、ぜひプレゼントくれた方、イエーイイエーイ。近づけるよこれで、きっと。てかこれでお風呂入ったら慣れるんじゃない、私も。お風呂上がった頃には鏡見てびっくり、え、鈴木愛理さんやないかいってみんなが言うよきっと。じゃあじゃんじゃん開けていきますね。でもね、開けちゃったんだよちょびっとだけちょびっとだけ開けちゃったの。え、ちょっとこれも開けたいんだけど、どっから開ければいいかな。え、いっぱい入っとる。え、じゃあこれ開けよう、ちゃんと飾ってね。なにこれ、なにこれあ、な、名前出てる、出てない、あ、出てた、ごめん。誕生日おめでとう、あー活躍期待してるわいやったー、ありがとうございます。あ、ここプッシュって書いてある。嬉しい、嬉しい、おめでとうございます。
ありがとうございます、嬉しい。ちょっとね、眠気覚めちゃった、面白すぎる。面白い、もう一回聞いていい？え、ならない。すごい、ちょっと顎痛い、顎痛い。ここが面白い。おめでとうございます。おめで、面白いっちゃけどさ、ここ痛いっちゃけど、マジで。ちかもさ、どこに売ってるんですかこんなの。え、どこに売ってるの。えー、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。素敵。あ、おみぴっぴって書いてる。あ、もうバレちゃうな、おみぴっぴとか言ったら。ちゃんと飾ってね。もちろんですよ。どこに飾ろうかな。モナリザ、モナリザ飾っとけばさ、豪華に見えるやろ。おっとっとっと、なんだろうこれは。じゃあ続いて、続いてのプレゼントはこちらです。もう嬉しい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 、どうしよう。ま、夜中に目が動くと、うわあ、かっこいい。18号え、ご飯悟空、嬉しい。18号だよね。かっけー。これはまさか、何だっけ、ジャンプ、え、何だっけ、ジャンプマガジンじゃなくて、何だっけ、ジャンプショップ、ジャンプショップのやつ。嬉しい。っていうかさ、あの17号をねプレゼントでいただいたことがあるの。え、17号やったっけ、プレゼントやったっけ、あれなんで私持っとるとかな。17号買ったのか自分で。でも18号と並べとこ、17号しかおらんけん。みんなに見せたっけ、17号。17号はいるんだけど18号がいない。開かない。兄弟揃っちゃった、双子揃っちゃったよ。え、開かないんだけど、ハサミ今日の配信ハサミ必須やな。え、開けたい。わーお、かっこいい。あれ18号か、きた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 。え、これ組み立てないといけない自分で。あっ、あ、待って、同じサイズじゃない、違うかな。かっこいい、嬉しいな嬉しいな。うん、ちょっと待ってよ、かっけー、かっけー。あ、見えないか、撮って誰か。ありがとうございます。どこでゲットしたのこれ、ジャンプショップ。はー、いやー、もうここで組み立て、え、どこ、テレビに飾ろう。もっと足開かないと刺さない、これ。あ、こっちか。いや、壊しそうやな、大丈夫かな。あ、やばい、壊しそう、やば、もうちょっと、あ、やばい、道って言った。え、足 はまらんちゃけど。え、なんでなんで、はまらんちゃけど、全然見て、ほら、はまった。逆？あ、こうか。やばい、壊しそうだけど、もうちょっと足開いて。18号きた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 、きたー、来ました、じゃーん。
ありがとうございます、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 イエーイ、ありがとうございます。18号はテレビの上に飾りたいたい飾りたいたい飾りたいと思います。ありがとうございます。そんなこんなで30分過ぎてたんで一旦配信を切りますね。ランキング見ます。第1位スーさん、ありがとうございます。第2位カジノフォンテさん、ありがとうございます。第3位サッタンさん、ありがとうございます。第4位クボくん、ありがとうございます。第5位モックン、ありがとうございます。第6位コマちゃん、ありがとうございます。第7位ポポさん、ありがとうございます。第7位フミティさん、ありがとうございます。第9位タカリンさん、ありがとうございます。第10位ブリントさん、ありがとうございます。第10位大好きさん、ありがとうございます。第10位ゆかちゃん、ありがとうございます。第13位にーにーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一旦切りますね。一旦切ってすぐ配信始め、コスプレしますわ。せっかくいただいたのでありがとうございます。コスプレはみんなに見せるとあのサプライズにならんけん見せん。楽しみー、楽しみにしとってみんな。ありがとうございます。あ、写真撮って、ありがとうございます。あ、そういえば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 、わっ、これはまさか、はあ、ハッピーバースデーツー、え、待って、これ今飾った方がよくない？え、ありがとうございます。ちょっと待って、これ今飾っちゃおう。ほら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 、ありがとうございます。これ今飾るわ。え、でもどうやって飾ればいいの？長いな長いな長いな、そんなお部屋広くないな。え、どうしようかな、ここの後ろに飾る。ちょっと待って、ちょっと待って、飾りたいんだけど、え、待って、どうやって飾ればいいっけ。ハッピーバースデー、ダメです、マジで飾っちゃダメなの。え、飾れるかな、ここにこうやって後ろに。え、めっちゃ可愛いじゃん、飾りたいんだけど飾れない。飾れないときはここにかけとけばいいんだよ。飾れないなこれは。確かに明日生で準備しておけばいいか。じゃあ今はここにかけとくわ、こうやって。で、壊さないように頑張りますよ。壊さないように。はっ、ほらもうほぼお誕生日じゃん。ほら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 、めっちゃ豪華。ほらほら、いいんじゃない、いいんじゃない、ほらお誕生日感満載で。はあ、どう、ハッピーすぎるでしょ。え、ちょっと前髪ずれちゃった。ありがとうございます。じゃあ続いては、来ました、ずっと待ってたよ、バース楽しみ。すごいよこれ、疲労回復、肩こり、腹痛、冷え性、神経痛、リウマチ、痔、内見、くじき、何ですか内見って、汗も、霜焼け、荒れ性、ひび、赤切れ、ニキビ、湿疹、産前産後の冷え性。え、私が一番あれなのは肩こり、え、腹痛かな、疲労回復もやけど楽しみです。え、使ったことある人います？あ、そういうこと、バスでやけん、バス、なんだそんな影出たの、知らなかった、片言の日本語だ。腹痛、腹痛はマジで、あとリウマチ、リウマチってなんだか分かんないんだけど、私おばあちゃんがリウマチだったので、私もリウマチのあの予兆リウマチっぽい瞬間があるんですよ。瞬間っていうとなんかなるかもしれんみたいな、いや誰かから言われたっすね、なんかそれリウマチっぽいよねみたいな。そう、丸顔とかあるわけないやろそんな。
ここにさ、ちゃっかり丸顔とかあったらびっくりする。ありがとうございます。これで丸顔も治るなんてね。やめて、サッタンさんのせい。ありがとうございます。これ1個ずつなんですね、知らなかった。1回3錠10回分。10回分なんだ。1個ずつ入れるの、私こうやって砂で入れるのかってずっと思ってたの。そういうことなんだね。まずは独自の読めん、漢字読めん、全然漢字読めん、 中性重炭酸入浴剤です。お湯をなぁ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 、全然読めん、漢字多すぎ。約24時間濃度が保たれます。へえ。優しくお肌をケアします。すごい、ありがとうございます。ずっと使いたかった。もうちょっと高いんだよバースって、高くて使えなかった。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ続いて見て、かわいいの、あ、これアクリルスタンドだったのか。私勝手にキーホルダーかと思って、あの鍵につけようと思ってたの、鍵につけようと思ったけど、スタンドか、テレビのとかに飾る。ありがとうございます。あにゃ、じゃがいもが好き。でで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 、おおみ、じゃがいもが好き。ありがとうございます。アーニャ、アーニャのアクスタかわいい。ハマっているからね、今ちょうど私はアーニャさんに。うれちい、ありがとうございます。おっと、これはなんだ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。なになになに、おお、まさかこれ音が鳴るんじゃないか。あ、名前が入ってる。あ、すごいかわいい。名前が入ってるからこっちは見せれないとして、ハッピーバースデー。これもすぐ分かっちゃう。かわいい。じゃあ音鳴らしてみます。え、鳴らない。え、止まっちゃったんだけど。止まっちゃったんだけど。ハッピーバースデー。歌うかい、歌うかい。私が歌うつもりだったの。え、もったいないぐらい。これけど、どうやってしたんですか。ハバグレイトデイ。え、マジですごい。へー、かわいい。なにこれ。もう袋入れなくていいや、飾っとこう。おーみーちゃんって言ったよね。すごくない、センスすげーな。どうやって調べたの、こんなのあるんだ。違う、モナリザもどこに売ってんだと思ったけど、これもどこに売ってるの。こんなの売ってるんですね。え、どうやって、なんかこれ注文したってこと。注文したっていうか、あれですよね、あの特注って言うっけ。やば、もうちょいでコマちゃん、いや違うでしょ、コマちゃんって言わんやろ。え、ありがとうございます。あ、待って、あった
あ、もしかあ全6週やけん誰が出るかわからん。アーニャかロイドか夜。え、ロイド。じゃあ今から何が当たるかみんなで予想しながら当てて開けてみましょう。じゃあオミはアーニャがいい。みんなは？私アーニャしか勝たん。でも夜さんでもいい。誰これ、ロイドやないかい。ロイドさんやん絶対。違う、あロイドさんやん。アーニャじゃなかったけど、まあいいや。え、すごい、これ自分で組み立てっと。私暇すぎてさ、たまに暇すぎて泣いてるから、嘘、泣いてはないんですけど、これ作ろう。ありがとうございます。すごいね、すごっ、見て見て。いやそうじゃないよ。ある意味あったり、いやまさかのロイドだった。2種類あるのかな、6種類か。え、作れるかな、一緒に手伝いに来て、これ一緒に作ろう。え、ありがとうございます。大丈夫、大丈夫ます、大丈夫ます。作ります、作ったら見せますね。作れるかな、途中で部品なくしたりせんかな、めっちゃ心配ですけど。ありがとうございます。どんどん減ってきました。あ、お手紙もありがとうございます。あ、やばい、お手紙見せたいけどダメだ、名前が。じゃーん、ありがとうございます。いやー、いやープレゼントがね、いっぱい、ちょっと足が痛い、足が痛くなってきたから一旦休憩、一旦休憩とかしてたらもう15分後にはカウントダウンが始まっちゃうよ。じゃあ21歳の抱負を言います。21歳の、あ、21歳のあの楽しかったことを発表したいと思います。え、何これ、ちょっと開けてみていい、見てみて。じゃーん、ダイナソーだよ。え、何これ何これ、ちょっと首が首絞められたの私。21歳の振り返りをしていきたいと思います。21歳はですね、21歳はですね、ちょうどですねツアーファイナル、チーム8のツアーファイナル前日に迎えまして、21歳をですね、でいろんな方にお祝いをしていただきましたね、メンバーの方にっていう動画をさっき見てて、ランリーさんが動画で おめでとうっていう動画をさっき眺めてました。はい、でリハーサルを頑張りましたね前日。んかな、確かリハーサルだったんですよね。そう、リハーサルで違う、当日は、前日はあの確かあのね、前日はオフだったの。でも前々日がリハだったんですよ。で前々日の12時回る瞬間もリハをやってて、確かそうなので、多分22日当日はお寿司を食べに行ったのかな。22日当日はおーちんとお母さんがファイナル、ツアーファイナル見に来るために来てて、東京にいとこのお家に泊まって、そうみんなでお寿司を食べに行ったんだった気がする、気がします。何これ、物知りカード、恐竜だって、めっちゃ気になるこれ。え、今開けたら絶対時間あれするけん後で見よう。恐竜博物館早く行きたい、恐竜博物館行きたいってマジでずっと言い続けてるんだけど、え、開かない。え、待って、何これ、あ、嘘でしょ、来たー、嬉しい、ずっと欲しかったトランプ。え、言ったっけ私トランプ欲しいって。トランプ欲しかった、ずっと。あのね、マジあのトランプマジ欲しかった。なんかユキナとかお友達来た時とか、なんかフィジーちゃんとか来た時にトランプつってやりたくて、
そう、でもなんかトランプってさ年々せんやんか。ちっちゃい時しょったけど年取ってきたらせんくなるやんってずっとやりたいなと思ってた。え、なんこれかわいい。え、なにこれ消しゴム。え、なにこれ消しゴムじゃないの。え、ゆらゆら揺る山の上バランスよく恐竜を積み上げようだって。そういうゲームか。消しゴムじゃないの。え、すごい、やってみます。え、結構消しゴムかな、わかんない。でもゆらゆらしてみようっていうことで、ね、ゆらゆらしながら組み上げていくゲームらしい。やってみる。ありがとうございます。お水木が一人寂しいかなと思ってくれたのかな。トランプとかありがとうございます。これはなんじゃい。あ、お洋服だ。 T シャツかわいい。恐竜、恐竜大好き。積み木か。ありがとうございます。積み木くれたの私に。見て、 T シャツ配信できよーっと。ありがとうございます。 S サイズ、ちっちゃいかな、大丈夫かな。え、これなんだ、これなんだと思う。え、なんか入ってる。恐竜の卵。こんな目を輝かせてさ、よかった。対象年齢6歳以上だって。私22歳。マウント取っとこう。え、マジで嬉しい。22歳でこんな恐竜でさ興奮できるの私ぐらいだよ。マジで恐竜大好き、おいしい。とかこの袋もかわいい。でも子供って言わんで、本当に好きなの恐竜が。子供だ、子供って言わんで、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 大好きなんだから。恐竜、これは何でしょうね。え、何これ、日焼け止めだよ。チルスチュアートの日焼け止め、やば、嬉しい。マジで嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい、嬉しい、嬉しい。え、まさか、なにこれ、ジルスチュアートだよ。ムーンリット、ハイライト、ハイライト。恐竜からジルスチュアート出てきます。ねえ、もう嬉しい、嬉しい、嬉しい、水木嬉しい、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 開かない、ハサミ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 。やばい、ゴミだらけなんだけど、もうちょっと綺麗に開ければよかった。あー、もうゴミだらけになっちゃう、この家、ゴミ屋敷。え、マジでやばい。見て。ちょっと開けてみていいですか。てかハイライト、私ねセザンヌの使ってたんだけど、初めてデパコス。かわいい。手がしびれてきた、どうしよう、かわいすぎて。え、待って、マジでかわいいんだけど、やばやば。しかもこのタイプ1個も持ってなかった。もうちょっとつけてみていい。え、でもこうやってどうやってつけるんだろう。え、どうやってつけるんだろう。こうですかね。待って、見えない、鏡ないから。ちょっと待って、鏡ないからわかんないんだけど。え、マジで幸せ。ちょっとわかんないよね、光当てすぎて。21歳の振り返りしてたら、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっともう、ちょっと一旦、はい、あれしよう。一旦、え、これメイクポーチに入れよう、もうそのまま。え、これも嬉しい。これは今つけたらもったいないからつけない、日焼け止めなんで。じゃあそんなこんなで、ちょっとわちゃわちゃしてるんだけど、一旦22歳のカウントダウンに向けてちょっと片付けよう。片
片付けようっていうか落ち着くと。21歳はですね、まあ21歳はうーん、まあ私的には大きい決断があった年でもあったし、21歳、そうですね、私環境の変化もあったし、21歳、そうですね、でも21歳はいろんなお仕事させていただいて、ステディの専属にも専属モデルもさせていただいたし、今もしてるけどさせていただくことができて、あとはあとはですねまあビファーレンのお仕事も、念願のビファーレンのお仕事にも呼んでいただくことができまして、あとはね、なんだろう、お仕事たくさん、いろんなあの TGS 東京ゲームショーっていう本当に大きな、日本で一番大きなゲームのお仕事にも参加させていただいて、あとは何だったっけ、いっぱいあるんですけど、させていただいて、まだまあ21歳か22歳かちょっと分かんないけど、まあいろいろお仕事もさせていただいて、これからもどんどんいろんな新しいことに挑戦できたらいいなと思ってます。あとはなんだっけ、なんだっけ、今20あと4分、どうしよう、あとはね、なんだっけな、もう嬉しい、なんか一人さっき寂しかったんですよ、やっぱ配信すればよかったな、早く、もっと早く、一人寂しかったの、お母さんも電話出てくれなくて、フィジーちゃんと10分だけ電話したんだけど寂しかったな、けど今こうやってみんなと一緒に誕生日を迎え入れてすごく幸せです。何が一番嬉しかった、2021年、これはマジでビファーレンこれは実際一番ビファーレンの何ですか、 MC をさせていただいたことですかね、これはちょっと一番嬉しかったのはビファーレンかな。2021年でしょ、まあ、ツアーファイナルも2021年か次の日だったから、ツアーファイナルもすごい、もう人生で一番大きなあんなステージに立つことはないと思うんで、そうですね、ステディの専属になった瞬間も2021ですもんね、けど今もやってるけんね、ステディ2022年もステディのいろんな企画とかに読んでいただけるように頑張りたいです、まだそれは継続中だからね。2021年の思い出だったらビファーレンかな、ビファーレン念願ずっとやりたいって言ってたからね、 AKB の時も。そうですね、あと2分だ、準備しとこう、もう準備しとっていい、もう準備していい、これかぶっていい、ダメ、かぶっていいやろ、超パリピじゃん私、大丈夫、こんなパリピで、もうやばい、なんでさ、乃木坂さん、まあ乃木坂さんも楽しかったけど一番は、いや自分のことかなやだ、嬉しい。そうですね、2022年5月22日、22歳、っていうことで22歳は TGC にも出るぞ、そしてビファーレンのお仕事もやりたい、そして2023年けど22歳だよね、でランタンフェスティバルに出たいってことで、誕生日が来たらパカーンってやっちゃおうと、いい、ええカウントダウン、あ待って、くるここにある、1920、幸せだな、幸せだな、たまちゃんがなんて言ってたの、いくらちゃんがなんてなんて言ったの、あと30秒だよみんな
自分で自分の誕生日をこんなに祝っていいんでしょうか、こんなに自分大好きでいいんでしょうか。関係ないよね。10 7 6 5 4 3 2 1 Happy Birthday! うわー！うるさくっさ、くっさ、やった、うわー、嬉しい、来たー、すごい、え、マジ？本当になったの？ありがとうございます、22歳になりました。ええ、マジでたまちゃん、やば、ありがとうございます、幸せ幸せ、嬉しい、22歳になっちゃった。ちょっと待って、邪魔、ちょっと待って、くっさ、くさすぎるねえ、じゃーん、22歳、え、やばいやばい、みんなありがとうございます。じゃあちょっとぜひ写真を撮っていただきたい。え、マジで、ちょっと床がいろんな、うわ、じゃーん、ぜひスクショお願いします。なあ、え、映ってる、ちゃんと22って。あー、わーい、55になんでよ、22でしょ、映ってる、じゃん。嬉しいなー、うわー、スーさんありがとうございます。え、ちょっと待って、見逃したかな、なんかすごい半目で映っちゃった、ちゃんと目開けます。じゃーん、イエーイ、スクショ撮ってください、ぜひ、可愛いのがあったら私に送って、インスタとかで、イエーイイエーイイエ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 イ、歌流しちゃう。自分の誕生日をこんな自分で祝ってるの、マジで恥ずかしいんだけどさ。ええー、もう幸せ、私って本当に、え、可愛く撮れ、え、マジで可愛く撮れたってば。嬉しい、え、何の歌、ちょっと待ってね、うん、これでいいや。ハッピーバースデー、今日は一年に、イエーイ、わー、ケイケさん、ありがとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、許したら。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。わー、今ニコニコさんもありがとうございます、イエーイ、ハッピーバースデー、キュー、挑戦、ちょっとどうしようどうしよう、一人でこんな楽しんで、インスタ送るねって、皆さんぜひ写真とか待ってます。ありがとうございます。あー、ガリガリ様ありがとうございます。レベルアップした、マジで、イエーイ、やったー、主役。
やった主役です。え、やっとし私のお誕生日が来た。もう誕生日妄想をずっとやり続けて1年、やっと自分の誕生日が回ってきたよ。もうに、あ、待って、あれ聞きたいのある、あのドリカムさんのやつ。え、ドリカムさんのさ誕生日のやつなんて歌？あ、これか。よえ、ありがとうございます。インテリアクゾさん、え、インテリアクゾさんありがとうございます。嬉しい。え、こんな歌詞だったんだ。ベリースペシャル、ベリースペシャル、ベリベリ。こんな歌だったんだ。ずっと知らずに歌ってた。幸せ幸せ味で。全然。ブリントさんも食えたの？あ、本当だ。アーカイブ見返そう。ブリントさんありがとうございます。ブリントさんありがとう。タワー、タワー、ありがとうございます。ブリントさん、もうありがとうございます。あ、そっか、バババババン。そっか、10… でも2回流れてきた。待って、ガニメデさんとかさ、ブリントさんはさ、あ、ごめん先生もやけどさ、まだ11時ってこと？まだ11時じゃん、きっと。アーカイブのイルカさん、イルカさんもくれた？あ、びっくりした、違うよね。危ねえ、騙されるとか。ブリントさんありがとうございます。インテリアクザさんもありがとうございます。ありがとうございます。嘘。マジ？インテリアクツさん2個もくれたの？キャー、やば。みずきって、こんにちは。おみずき、サトンさんもどうしよっか、どうしよっかな、もう用紙を。ありがとうございます。うわー、なんかちょっと、やば、そんな想像してなかった。そんな、ありがとうございます。一生流れてる。もう嬉しい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 。もうね、お誕生日妄想が激しいんだよね、私本当に。あとね、なんだっけ、私がよく聞いてるのは、ちょっと待ってね。今よい、あ、イベント、マジで、やば。1位だったら何もらえるんだっけな、なんかあったのよ。よかった、なんか一応あのあれしとってね、エントリーしててよかった。あ、これ。これ私がいつも誕生日妄想をするときに聴いている曲。さあみんなでお祝いしようよ。ずるあなたへこの歌を。ハッピーバースデー。あー、自分でこんな誕生日祝って恥ずかしいけど、みんなに祝ってもらってるよねこれ。嬉しいな、去年より豪華。ベイビーだもん、一人で一人のあなたへ、なんざらに今日まで育ててくれて嬉しい。あ、そうですね、りゅうちゃんもおめでとう。りゅうさんおめでとう。りゅうさんはね、今日も勉強してましたよ。頭抱えてた今日かわいそう。お誕生日なこと忘れてたって言ってたもん。ごめんね、なんか私だけこんな
こんなに楽しみ。ララララ、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでとう。大事な大事なあなたに贈る。ララララ、ずっとずっとお祝いしよう。よかった。すぐ楽しいって言っちゃって。目に入った。つっちーさんもありがとうございます。つっちーさん今日雪ないないけどごめんなさいね。マジで幸せ。どうしよう、こんな陽気な人いる。このプレゼント全部と写真撮りたい。入るかな、入らない。みやこブルーさんもありがとうございます。12歳じゃない、22や。大事なあなたに送る。ああどうしよう、どうしよう。どうしよう、幸せです。おのれやばい、顎痛い幸せすぎて顎痛い。嬉しい、ケーキ食べたい、食べたい。私もほんとだ。7777だ、すげえ。スクショ撮ればよかった。こんなに喜んでいい？私明日地獄みたいな一日寝らんかな。大丈夫。イエーイ。ちょっと うるさい？もっともっと喜んでマジでいいと。緊張迷惑じゃない？大丈夫。太ももだ、ありがとうございます。あイエーイ、お誕生日おめでとう。みずき、ありがとう。みずき、もう嬉しい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 。1年に1回もね、こんくらい喜んでいいよね。インテリアクザさんありがとうございます。サッタンさんもいるか、ありがとうございます。タラちゃんも、タラちゃんじゃない、タマちゃんイクラちゃんとタマちゃんがちょっとかぶっちゃって、タラちゃんになって、もうタラちゃんでいいじゃん、ダメなの。ありがとうございます。タマちゃんもありがとうございます。笑顔ニコニコさんもありがとうございます。タマだったよね。笑顔ニコニコさん2つ目、1つ目、タワー来た。誰、笑顔ニコニコさん、もうさっきタワーなかったっけ。あれだ、あれ、笑顔ニコニコさん、あれだ、バルーンだ、バルーンか。ありがとうございます。そうだ、バルーンくれたんだ、パラシュート。うわー、ありがとうございます。どうしよう、草、こんな嬉しそうな草初めて。やだわ、ほんと嬉しいわ、こんな臭くても。落ち着こうっと。キンキンさんありがとうございます。ティアラ、すごい、テンションアップすぎてどうしよう。誰さっき眠たいとか言ってたおバカさんは。マジで嬉しい。クラッカー臭い、臭いけど最高。おみの足とどっちが臭い？おみの足でしょ
臭幸せ、こんなに臭いし、こんな臭くて幸せと思ったことはないですね。怖く目が覚えてしまった。明日お仕事の方本当に申し訳ないな、こんな時間に一人で楽しんでさ、うるさいよね。もう幸せ。明日はお話し会でまたみんなと話せる、楽しみ。今日は来れなかった方もぜひ明日はよろしくお願いします。待ってるよ。ひょっこりはん、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 はあ、逆か、こうか。もうこうやって明日街歩こうかな、自分が22歳になったってことをみんなに見てもらうためにこうやってこうやって歩こうかな明日は。やだー、幸せです、イエーイ。キャー、写真たくさん撮る、すごいな。 LINE もたくさんありがとうございます、お友達遅くなってすいません、お誕生日おめでとうございますいや別にそんな遅くないじゃん15分経った遅れた、ね、みんなもありがとうございます。 LINE も届いてる、でも私通知オフにしてるからあんまり見えない通知オフ、 LINE 送ってない、気にして。本当？一番誰やろう、一番最初誰かな、なあちゃんとか彼氏いたかな、私に彼氏って。誰が一番かな、フィジーちゃんはさっき電話したけないはず、なあちゃんかな多分。なあちゃん寝とるかこの時間、誰かな LINE お願いします、大野くんに。だけど大野くんは別に顔が好きなんじゃないんだって。いや顔も忘れ、もうそんなよく分かんないぐらい顔じゃない別に顔そんなお母さんかな。でもおーちんもさっき電話したら明日はメッセージ書かんといけんって言った、私に対してああ明日お誕生日だったのかとか言ってたよ、おーちん。ああメッセージを書かないといけないとか言ってたけど、超適当だよね、忘れとったんかーいって言った。21歳最後だよって言って、おうちに何か言いたいことあるって聞いたら、うん、お疲れ様って言われた何それめっちゃ何それ。19年組誰来たかな、わかんない、まだ見てない。 LINE どうやろう、ゆかりんとか結構毎年長文くれますね。そらのんとかはきっと多分大好き、おみじゅう大好きとか言ってくると思うよ予想毎年そらのんはね、あの愛情溢れる LINE をくれます。ゆかりはね意外となんかああ見えて、ああ見えてて、どう見えてか分からんけど、ゆかりはね誰よりも長文をくれるんだよね。おみが同期でよかったみたいな、めっちゃいつも長文をくれる。意外じゃない、なんかあっさりってかこうしてそうじゃんああみゆこは短文っぽいね、確かに。みゆこはもうあのまとめて話しそうやね、確かに。中国語で届くん、それゆかりのおかんねそれゆかりのおかん、ゆかりのおかんを、あの19年組で一番おみずきのことが好きらしい。あらどうしよう、ゆかりのおかんはねあのおみずき推しらしい、19年組なんでなんでって聞いたら何やったと思う、意外すぎる、意外すぎるびっくりした、そんなと、いやびっくりしちゃうよ。いや娘が一番さ、いつが一番やろうけど、え何が良かったと思ってたよね、あの写真で一番可愛かったらしい、その時見た写真がねその時見た写真が一番可愛かったらしくて、あのゆかりのおかんのタイプだった私、嬉しい。意外じゃない、だってゆかりがああいう綺麗な顔してるから真逆じゃん私ゆかりと。その時はね、多分その時はめっちゃ可愛かったんだろうねきっと。一瞬だけどの写真見たか知らんけど、集合写真みんなでこれ写ってるのかな、ゆかりのおかんには刺さったみたい、それなって一番推しとか言ってくれててありがとうございます。いつもちょっと呼び捨てで呼んでんだけど名前、さすがに
さすがに公表できんおかんって言っとった。そうゆかりのおかんからお水木って言って中国語でメッセージがたまに来るよ。お水木今日はなんとかでかんとかなんとかかんとかって言って中国語でね。あージュンさんありがとうございます。ハッピーバースデーありがとうございます。みんなに言ってんのかなそうだよ。え本当だ8888えいとイエーイちょうど88。え、スクショ撮って誰かすごくない。にゃんえにゃんって何。あ、トさんはじめまして。ちょうど今22歳になりました。え、中国語はわからん。イエイ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 。何調整したの。え、したのみんなしてくれたのマジで。ありがとうございます。もう全然私は8ではないけど8ポーズ取っちゃう。チーム8を長崎県代表元長崎県代表の尾上瑞希です。2イエーイ幸せ幸せ。え88、22は440 知らんちょっとわからなくなった。もういい。4代目が就任するまで私がじゃあ引き継いとこう。3代目がちょっとわからん。割り算はできんとよ。掛け算と足し算と引き算はできるっちゃけどできんちゃうね割り算は。イエーイ22歳の抱負をじゃあ話していきたいと思います。22歳の抱負はですねランタンフェスティバルに出ることかな。私ランタンフェスティバルに出れたらなんかもう本当に多分完全燃焼っていうかなんかなんて言いますか、こういうこう表に立つお仕事とかで言うとマジで完全燃焼しちゃうんじゃないかっていうぐらいランタンフェスティバルに出たいです。そうが一番最大の目標。やめないでね。確かにそうやめるとかじゃないですけどランタンフェスティバルに出たらもう本当に夢が叶ったなっていう感じになると思うから最大の目標ってことそれぐらい。そういやワンタンフェスティバルってないですよ。ワンタンフェスティバルはいつでもできますよ。大きい鍋があれば今ちっちゃい鍋しかないからそうランタンフェスティバルもが一番大きい目標ですね。で専属も続けていきたい。まともすぎる当たり前じゃん。お水木はねもうお水木の代名詞はね まともですから真面目ですから大嘘ついちゃった。でそれでランタンフェスティバルに出ることが最大の夢なんですけど、まあ、2023年、まあ、でが一番早い。どこがやねコメント早そのツッコミの瞬間めっちゃコメント早かったそれで、まあ、2023年は無理かもしれんけど2024年も諦めずに23歳でも諦めずにランタンを狙っていきたいと思ってます。頑張るぞみんなでランタンフェスティバルに出るぞ。準備はいいか。うわやめて落ちないでこのタイミングではい。あ FC の拡大もねそうですそうです。お水木 FC のもっともっとファンが増えてお水木応援してくれる方が増えたら嬉しいですね。みんなで仲良くランタンフェスティバルっていう目標に向かって進んでいけたらいいなって思ってます。はい。なんか外がわちゃわちゃしてますけどはいそうですね。
元気悪い。そう、目標、フォロワーの目標も2000人目指してるんですけど、122いけるかな、2222、そうですね、キリインでそこ目指していきたいと思います。あ、コッシーくん、はじめまして、小野美月です。誕生日迎えました、陽気ですいませんですね。2022年はハウステンボス行ったことありますよ、ありますけど最近は行ってないんだよね。行きたいな、ちょっと休みの日とかに行きたいなと思ってます。2022年、22歳は、あとは何だか、何ですかね、22歳か、まあ、なんかな、でもまあ痩せるって可愛くなりたい。21歳よりちょっと可愛くなれたかな、どうかなわかんないけど、やっぱ年々可愛くなれるように頑張ります。そう、多分元もなんかわかる、そんな私多分その持って生まれたポテンシャルはそんな高くない方だからちょっと頑張って痩せるなり、メイク技術を磨くなり、あの努力して可愛くなっていきたいと思います。可愛くなれるように頑張ります。まあ一番は痩せることが一番の整形って聞くからね、まあ痩せます、頑張って。まあね、痩せるっていうのが一番難しいんですよね、これがまた。まあ痩せれるように頑張りますですね。でみんなに飽きられないように、飽きられないようにみんなとずっと仲良く、また2023歳のお誕生日をみんなで、このメンツプラスまた新しい方とかでお祝いできたら嬉しいです。みんなお水着に飽きないでね、飽き入れないでね、どっちもです、ずっともだよ、嬉しい、ずっともだよ飽きれないねまあ無理、まあそうだね、もうすでに呆れてるけど、みんなついてきてくれてるのかな、もう呆れてはおるか、どうかな。そうですね、来年はオフラインイベントとかできたらいいですけど、コロナ次第で来年こそはみんなでわちゃわちゃしながらね、どうす、みんなでこうやってわちゃわちゃしながらやりたいな、楽しみ。イルカさん、別なんとなく言います、なんとなくでいいんですよ、イルカさん、なんとなくでもいいからどこにも行かないで。あ、ありがとうございます、悪魔くん、お誕生日ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、嬉しい、意外と一途、マジで初めて聞いたぞ、今日は一人さよならしてきた、一人さよならしてきたの、どこに、誰と、嬉しいな、嬉しいな、意外と一途、あれ、ゆるかさん、よしのりさんはいる、意外と一途って言って、それは言えんばい、なんがなんがなんがよ、あ、おみずき、おのうえさんは今4位、やば、4位だよ、おのうえ4位だ、だって23位とかだ、あ、そっか、お仕事って言ってたのか、え、マジか、え、今日はわちゃわちゃするから、え、何わちゃわちゃ、おみずきもわちゃわちゃしてるのに、やばいね、4位まで来ちゃった、ありがとうございます。あー、幸せだった、あと6分で終わっちゃうんだけど、幸せでした。今から写真を撮って、 TikTok を撮って、もうちょっと撮影します。どっちを信じればいいのか、いや、ゆしのりさんでしょってそうそう、どっちか、あ、待って、数字が取れちゃってる、 H、 ハッピーバースデーの H が取れてる、どこなの、でもハッピーバースデーの H ってことは一番端っこだけ、端っこにつければいいってこと、ありがとうございます、幸せでした、皆さん本当にありがとうございます。早速こうしてるよ、え、動画楽しみ楽しみ、え、作ってくれてるの、
ブリントさん作ってくれてるの？え、ブリントさん作ってるの？わーわーわー、え、マジ作ってくれてるの？やば、マジで楽しみなんだけど、超楽しみ。すごいよ、だって、え、マジで、え、動画なんか作ってくださってる方いる？他に、超楽しみ。ゾッとしてきた。ゾッとしてきたって何？鳥肌立ってきた、嬉しくて。やった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 、見てって、見る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 、撮影する前に見るわ。いや、ちょっと待って、どうしよう、22歳で一番今が楽しいかもしれん。どうしよう、こんなに今日よりも楽しい日ってあるの？今日より楽しい日出てくるかな、22歳で。写真の加工、え、マジで嬉しいです。画像、画像ってこと？なんかあの、あ、ブリントさんもだけど、動画作ってくださったり写真送って、あ、作ってくださった方はあの、ぜひ DM で送ってほしいです。なんかツイッターで保存できないんだよね。そう、保存できないから、お願い DM で送ってください。それが一番私的には助かる。そう、なんかね、ツイッター保存の仕方が分かんなくて、私いつもね画面録画してるんだよね。でもツイ画面録画するとなんか画質荒くなっちゃうし、どっちかっていうと、あ、インスタが楽しい、あの、助かります。あ、そうなの？怒らないよ、なんで怒るのよ。怒らないけど、あ、そう、1分いないとダメじゃないとダメとかあるのか。ブロックされてる場合は、いや、してないから大丈夫です。お水消しし、誰もしてないわブロック。やだ。保存しなくていいので、送るのなんでよ、送ってよ、保存させてくれよ。あ、インスタの DM グラム、 DM グラムインスタの DM です。DM グラムって何？じゃあ皆さん、ランキング読みます。第1位、インテリアクザさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。第2位、サタンさん、ありがとうございます。第3位、タラちゃんじゃない、タマちゃん。もうね、イクラちゃん見たらタマ、タラちゃんが出てくるんだよね。タマちゃん、タマちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。第4位、笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。第5位、ブリントさん、動画もまだ見てないけど、ありがとうございます、これから見ます。わあ、ガルメルさんもありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。第6位、ケンケンさん、スポーツカーだったよね、ありがとうございます、けんけんさん、22歳もよろしくお願いします。第7位、すーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。第8位、しろかいさん、ありがとうございます。え、え、めっちゃケーキ飛んでない。えー、ガニムネさん、ケーキありがとうございます。え、ケーキめっちゃくれてる、ありがとうございます。ちょうど8位で、ありがとうございます。第8位、ガニメデさん、ありがとうございます。ケーキたくさん、ありがとうございます。第10位、コマちゃん、ありがとうございます。第11位、ロケットスニーカーさん、ありがとうございます。第11位、カッちゃん、ありがとうございます。第13位、おみずき、誕生日おめでとう。え、誰誰誰、ちょっと誰、え、おみずき誕生日おめでとうじゃんこれ。え、ガリメデさん、なんでこんな時間に送ってくるの、やだ、ありがとうございます。ガリメデさん、ありがとうございます。なんでこのタイミングなの、え、もうやばい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 、え、た、やばいやばいやばい、ありがとうございます。え、誰だろう、13位誰で、もう一人、第13位、イルカさん、イルカさんもありがとうございます。え、これ誰、お水木誕生日、インテリアクザさん、違う、インテリアクザさんじゃないか。誰、久保くん、久保くんか、ありがとうございます。え、ガニメデさん、